皆さん、こんにちは。インスパイのこたです。今日もユースリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2021年11月13日ということで、土曜日ですので、まあ、恒例のまとめ記事ということで、ちょっと緩めの話題ということで,ですね、えー、お話をしていきたいと思うんですが、まずですね、本題に入る前に、 今日のブログの冒頭に入っている写真についてですね、えー、説明していきたいと思います、えー。こちらの方からまずご覧ください。どうぞ。はい、これはですね、Facebook に先日投稿したものなんですけど、えー、ここに書いてる通りなんですが、まあ,あの最近ですね、このエキネットというものを、ね、ネットから予約するとですね、 チケットレスのです、ね、サービスが利用できるようになったのでそれを使うとです、ね、アップルウォッチ1つです、ね、電車に乗ることができて非常に便利なんですよね。 しかも以前はアップルウォッチを使ったとしてもこうあの控えの紙が出てきてたんだけど今紙も出てこないのでまあそういう意味ではね本当にデジタルだけで非常にエコだしいいことだなと思っているんですけどでそれを利用しようかなと思ったらまあ今回ですねその発見しなきゃいけない乗車券というのが新幹線以外の部分は発見しなきゃいけないということがあって。 でその発見しようかなと思って駅に行ったらですね、その旧駅ネットっていうあの専用のこう、なんていうかな、あの窓口があるじゃないですか。あのー、ね、えー、チケット買う場所、えー、あそこのとこで普通なら QR コードを提示して、えー、それで発見できるんですけど、その機械が置いてなかったので、窓口に行ってですね、すいませんって言って、あの発見お願いしたいんですけどって言ったら、あのー、QR コード見せてくださいって言って、<laughs> QR コードを見せるとですね、普通 QR コード見せたら、それを読,読み取 取ってスキャンすするんかかななと思うじゃないですかその QR コードに書かれている数字を打ち込み始めたので「QR コードリーダーないんですか?」って言ったら「ないんです」って言うから「ないの?」って言ってそれ普通ね最近もうほら PayPay めあめスマートフォンで読み取ってできる時代なのに「それもないの?」って言って「打つの?」って話で17桁の数字を打っていたんですね。 で、いやー、こんな状態ではですね、DX は進まないなと思って、まあ、お客さんばかり賢くなってもですね、店が賢くならないと進まないなということで、えー、びっくりした事件がありましたけど、まあ、そんな話もありまして、えー、今日冒頭に入ってるので、またね、この部分見ていただければと思うんですけど、で、今日の本題はですね、こちらの話題になります。 ということですね。えー、今日はあのー、先月に投稿しました YouTube のハウツーレビュー動画っていうものについて、えー、一気に紹介するっていう回になってるんですけど、まあ、その前にですね、えー、そもそもこのハウツーレビュー動画っていうのはいつ始めたかっていうと、2014年の5月ですからもう7年前ですかね、に始めてもう2481本も動画が上がっています。ハウツーレビュー動画っていう再生リストの中でですね。 で、それ以外にも、YouTube メンバーシップの月額190円からっていうものが167本上がっています。これは、そのメンバーシップ動画が167本あるということで、デイリー会員分がですね。それの冒頭だけを切り取ったもの。今日もそれになりますけど、今見らご覧になっているところは多分それになると思うんですけど、その部分などが上がっていたり、あとは、えー、ここにありますね。えー、ジュラシック・アダ・ライブとか、 えーとゲームの実況動画なんかが1600本ぐらいあったりとか、 あ,あと、賢い買い物とはっていうのが上がったりとかしていますよっていう話がここにも書かれています。で、今日は実際にですね、このハーツレビュー動画を紹介するだけだったら、ブログ見れば全部書いてあるので、そうではなくて、実際にこの1ヶ月間を振り返ってみて、YouTube を使ってどうやって再生回数を増やしたかとか、チャンネル登者数を増やしたかとか、どういう戦略を今やってるかみたいなことについて、えー、お話をしていきたいと思います。はい、いつものように YouTube のメンバーシップの方にこの先の動画を公開していきたいと思いますので、 興味ある方はこの動画の下の方から月額190円から学べます YouTube メンバーシップのデイリー会員の方に申し込んでみてください、えー、今日の動画はもちろんなんですけど今日から1ヶ月、えー、動画を見ることできますそして過去の動画もですね先ほど紹介したものなどもですね、えー、167本もすべて見ることできますのでよかったら申し込んで視聴していただければ嬉しいなと思いますではまずですねこの話からいきたいと思いますこちらからご覧くださいどうぞ